も,もうね、あの、耳を疑うこともありましたしね。うんうん、なんでそうなったんやっていうね。えー、どっから帰ってきとったんかなあ、だから、滑らない話の福岡公園があったんですよ。はい,はいはいはい。僕ね。うんで、えー、日帰りやったんですよ。 大変ですね。僕、うん、日帰りというか、えー、大阪から福岡にその日に行きまして、はい、福岡で公演をやりまして、はい、で、そっからね、えー、日帰りっていうかね、名古屋に入らなあかんから、新幹線で福岡から名古屋に入ったんですよ。<laughs> ね<あ>今、福岡のそれらないの公演も大盛り上がりですよ。<laughs> あ、よかったよかった。それがね、僕が全然回ってこないんですよ。はい。危ない危ない言うぐらい。へー。 ま、結果から言うたら、ラスト3回でやっと回ってきたんですよ。あ、そか、それはね、わかんないですよね。誰がどういう順番に回ってくるかってほんでね、ちょっと会場の雰囲気も、うん。兵当たってないやんって。なりますわね。ほんで、松本さんとかも、うん。兵まだ喋ってないよな、ってなって。ああ、ってなり。いや、俺そのまま当たらんかったらどうしよう思って。そういう時って、でも他の方も含め、あるんですかいや、今までそんなにないです。星が入ってるんで、 そうですよ。星が、その時も2面に入ってたんで、2つあったんで、星で、なら喋ってないから、今日で行こうかとかも言ってもらえるんですけど、星が出ないんですよ。名前の星がし出てこないから。で、僕と小籔が全然喋ってなかったんですよ。はい。ほんで、黒ろごろんってなって、星が出たんですよ。あ、星出たって言うたらもう客席から、小籔っていう声が聞こえるわけですよ。 もうその辺で俺のハートはね、チクチクチクってなるわけですよ。俺も喋ってない俺もそうそうそう。え、その前にちょっと松本さんも立てて言うていただいたんですよ。兵頭と小籔まだ喋ってませんねーって言て、星が出て、ドゥルンってなった星やってなった時に、小籔小籔小籔っていうのが、あ、何人かが出てきたから、小籔さんも。俺はもう意気承知んですよね。なんだってみたいな。で、小籔が、あの、一応僕の方が先輩やから、あの、 言ってくださいっていう感じで手を出してきたんですけど、はい、もうそんなんね、小破、うん、小破、小ぶって言うて手を出されても。 俺は、じゃあ僕行かせてもらいますって。そんなに心臓強いいから。そんなハートはないな。優しいから、平等さん。行って行ってって言って。で、小の後輩なんでさっき行かせてもらいます。で、小籔が前行ってくれた。全然回ってけへんやん。あらー。俺このままやったら大阪からものすごい衛星でライブ見に来たおっさんやん、思って。ほんまですよね。ほんまに危なかったなー。なんとか回ってきた。なんとか。 星が、星を出していただいて、松本さんかな秋山やったかなロバートのね。星出してもらって、僕が喋れたと。なるほんでまあ、皆さんはそのまま打ち上げ行きましたけど、僕はそのまま名古屋入らなあかんから、もう8時が最初やね、福岡の。あの、名古屋まで行くのが。なるほど。大阪までぐらいだったら9時何分まであるんですけど、8時ブワーイって用意してやるのって。ほんで、あの、結構長いねんな。 名古屋までって3時間ちょっとかかんね。うんうん、3時間に3、20分はかかんのかな。うん、ほんでまたね、こう、名古屋も好きな街ですよ。毎,毎週行ってるから。うん、ただこの、新大阪を通過するっていう、ちょっと寂しさ。うん <laughs> うん、降りずにね。降りずに。降りずに。うん。ほんで、まあ、ええか、思ってて、まあ、乗ってたわけですよ、新幹線ね。はい,は,いはい。僕の前に、えっとね、お母さんと娘さん、小学校4、4年5年ぐらいの子かな。うん。乗ってて、通路挟んで、お父さんやったんですよ。はい。 ね。はい、で、な、多分、家族旅行かなんかでしょうかね。通路、ま、ツール開けて、横並びに座ってはる感じね。う,うん。うんうん、ほんで、なんかも、ものすごくにこやかな感じで、うん、あ、いいな、ファミリーいいな、って思ってたんですよ。うんうん、で、その方らがね、京都かどっかで降りたんかな。ーーうん。で、降りる手前にね、その、ツールを挟んだお父さんがバって立ち上がって、うん、もう、新幹線着きますよ、みたいな、あの、アナウンスが流れてる時ぐらいにもうお父さん立ち上がって、はい、で、その、お母さんと娘さんが住んで、あ住んでる茶屋は座っているところにバーってって、こそこそって言った。うん。うん こそこそと喋ってて、言うてる前に新幹線がホームに入り、ドアが開いた。ほんで、お父さんが、先ほどごっつに、こやかに喋ってたんですよ。いきなり立ち上がって、こそ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 と喋って、そのままお父さん出て行った。ほんで、お母さんと娘さんも立ち上がった。で、その去っていくというか、出ていくお父さんについていく娘さんがお父さんに向かって、お父さんって、そのはしたねって何って言って出て行ったんですよ。 俺ね、何の話をしたんやと。今までごっついね、あのー、ファミリー感があって、うん、ものすごく素敵な空気あったのに、お父さん立ち上がってこそぞって言うて、はしだ、はした金っていうキーワードを放ったわけでしょ。そのこそこその中に、うん、気になるはしたがねという文章が入るセリフがあったわけですよ。ということですよ。だから、え、お父さんでもうつき、ついていきながら、うん、そのはしたがねって何って。 はしたがねっていうことがよく分かってないんですよね、お子さんにしたら。まだね、意味がね。そう。はしたがねって何って言って、出て行ったんですよ。うん、どういうことなんやと。うん、想像は膨らみますね。バーン立ち上がって楽しいやろって。うん、おい、楽しいやろと。うん、うんはあ、こんな楽しい勝ってやな。今回の旅行お前見てみいな。八万ぐらいやろ。そんなはしたがねでいけるんやったら。 また行くでって言って、どっか行ったんかなわからへん。<laughs> これはわからへん。ほ <laughs> んで、その娘さんが、えお父さん、はした金って何かな、うん。ちょっと無理がありますけどね。わからんけど、これは謎が深まりますよ。なんでしょうね。あのね、謎が深まることがね、はい、もうたくさんあったんですよ。もう考えられへんでしょ、普通。な、そんな痛い,いけない女の子は、お父さん、はした金って何っていうことなんて。何やろう。それも、降りる直前でコソコソっていう話があって、そ,<う>その、はした金の話をね。そう。 もっと、なんか、ちゃんとゆっくり話できるときにしたらって、思いますやん。ハスタがねってなんぼからなんやろ人によって違うんちゃいますか <laughs> なんぼうのさん、ハスタがね。へえ。ー。まあもう人格疑われてねえ,えやん。ちょっと待ってください。もうわ、OK、けね悪てるやんか。ちょっと待ってください、考えます。ハスタがね。でも、その、ものに対しての、対価、うん、対価というか、うん、例えば、お菓子買う。 お金と、旅行行くはした金とはまた金額はちゃうじゃないですか。だいたい旅行行くお金をはした金とは言いませんからね。言えへんね。通常は。なんぼがはした金なんですか。<ー>そのなんかこう。 こんなはしたネでいけるんやったらじゃなくて、ちょっと、言たら、売り言葉に買い言葉で喧嘩になった時に、こんなはしたネなぁって言うてしまう時あるじゃないですか。それ何本ぐらいまでやったら。言うてしまう時で言ったことがないのでよく、そうですね。もし自分が。お金は全部大事ですよ。これは大事ということは分かってるけども、そのはした金って言われるならば。ねぇ。500円。500円小銭です。 お札になると、なんかイメージ的に、なんか扱いがやっぱちょっと違う。あ<ー>私の中ではね。あ<ー>やっぱ子供と一緒になんかそういうお金もやってるからかもしれないけど。 子供にお金大事にしなさいって言ってるけども<ー>お札になったらやっぱり入れる部分も違うから<ー>小銭入れとなるほどなという感覚なんですよ500円はしたが、ね、でその中で一番大きいコインを言いましたなるほど、うん、500円がはしたがね、うん、私の中でのイメージですよ僕なんも考えてもねはしたがねっていう額はないですわそうですか <laughs> いいように言いましたね <laughs> どな中の漫才みたいな雰囲気になってますけどもへえー、あはした金っていうのは、中途半端な金という意味やねんてえじゃあ500円じゃないよね、金額、普通言ったら、25円とかそういう、24円とかいうの意味もあんねんて、そうね、524円で、はした金とかじゃないと思うよ。 一万五百円のうちの五百円が半端なお金やから、はしたね。だから、半端なお金という意味もあるということは、その、しょうもない金だという意味じゃないっていうこと別の意味合いもあると。ただ、うん、イメージ的に、例えばドラマとかで使われるセリフからいくと、うんうん、そういうイメージに取られないでしょ、こそんなはした金で分かれないわよ、とか。<laughs> そう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 ,そう。言うてるイメージあるやんか。そう,そう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 。だからそういうのけど、半端な金っていうことかもしれんな、分からんけど。 の、はタた金、無理あんのかないやいや、ま、それも、お父さん的には、そのね、はした金って言葉を使った人に聞いてみないとわかんないですこれは難しいですよね。まあ兵働さんにしてみたら、もっと大きな額がハした金にねいやいやいや、そんなんで、僕も500円止まりですよね。私が500円いたら、え、それぐらいのお金みたいな顔したでしょ。してないです。俺もなんかも何でも言いますよ。はい。うのさんの方が儲けてんねんからね。違います !MC 企画の方が、ね。 あの、ギャラの払いがいいんですよ。どういうことですかどういうことですかどんだけ削除されてますこれ、このラジオ買って、うの、はい、さんの方が絶対儲けるお金は高いからね。そんなことあるわけないじゃないですか。いや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 俺の額聞いたらびっくりしますよ。だからこれなんでオープニングでこの話したの <laughs> そのうちプロデューサー立ち上がるよ。もう立た、もう立ち上がったよ。<laughs> ほら、ええー、にせよ的な。いやいや、ほんまに。いやお、ABC さんからちゃんといただいてますよ、絶対に。吉本が。うん、だ吉本のこの、 あれが。なんかいろいろ吉本さんはなんかいろ、面白い噂もありますもんね。私たちが本当か嘘かがわからないような。 俺前なんかで読んだけど、ピンハネってできた言葉で、うん、ピンハネるっていう、1割跳ねるっていう、はあはあ、意味があるみたいな。あ、それがピンハネのんだピンハネっていうこともあるんじゃないかと。ほな、うん、やっぱりピンハネするって言ったら、中間業者で、吉本が売ってくれて、うん、放送局の方と僕らの間に入るわけじゃないですか。そうですよ、ね。ピンハネって言うても、それは、報酬的には、 いる報酬じゃないですか。会社を存続するために。ピン羽ねじゃないですもんね。んピンクレですもん。<laughs> 吉本は。俺一回ほんまにね、グリーン車の券を放送局からもらって、はい、よし、会社が払い戻しして、指定席に変えて浮いた分を売り上げで計上されたときに、うん、俺吉本すごい思ったもん。<laughs> <laughs> やめてと。それはね。売り上げに計上ですかそら。そりゃそうよ、吉本は。<laughs> それな、ええー、ねんけど、うんうん、局の人は、はい、いろんな事務所の人と異動やったんや。なそうだよね。うん。うん,うん。松竹の方とかと。その、その辺の人たちがみんな同じぐらいのところの席に集まるようになってるよ、ねうん。そうそう。ほんで、 こうは指定席持てるから、会社から。はい。ほんでみんなグリーンのとこで待ってて、で、電車来ました。で、後ほどって俺と矢野が行くやんか。<laughs> 指定の方に。ほんなら、あの、え、どこ行くのんと。みんなこっちやでって。うん、いや、<も>僕らの指定なんで、で、笑顔で言うやんか。うん。え、グリーン渡したけどって言われて、あ、すいません。吉本が、たぶん払い戻しして、あの、はい、売り上げに計上させていただいております<ぁ>、という。はあ。 でもまあ、吉本があるから僕らがおるということですからね。そうやね。うん、そこに入ってる以上はね。守、はいまあ、ってもくれますし、うんうん、劇場というところにも出してもらえるし、という。一個のギャラで言うと、そういう話に芸人は面白おかしく言いますけど、はいはい、やっぱりこの劇場がたくさんある営業をもる。あのね、急にお前作ろったな、みたいな顔やめてもらえません。<laughs> 私、以前に <laughs>。 <laughs> お隣に座っている作家の井のみんがクス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 笑ってるのでそれを見てちょっと面白くなりました <laughs> あの本当にあらあの本当にね急に作い始めたなっていう顔したのでのやっぱりちょっと面白いかなと思って、うん、あの心にもないことも言うときあるやんか <laughs> <laughs> ラジオ本音で喋ってください本音では喋ってますけど <laughs> こっちの方向行った方がおもろいんかなと思って行って行きすぎちゃったね時がね,、うん、ねだからそこの、うんあのー、言うたら、あのー、くっつくろいはやらせてもらっていいですか <laughs> あの自然に。<laughs> ごめんなさい、本当にな。なんでそっち行っちゃったかな、みたいなね。な,なんだかな、と。で、そないくピも笑てないし、これ言うたらけ損したな、と。もう,もうあの、苦笑いって言わいたら、ね。苦もうこれはもうちょ、ょっとにもう、あの、なんとかの犬で、そこの割れたとこ縫わせていただいてよろしく。ケツ破れたとこ。あの、トークのケツが破れたところ。ままアップリケでこう、はっぷりけ。あっぷりあかわいくね。かわいくしとこう、いこう,こういやー、うん、でもほんまに、あの、すごいですね、生きてたらね。 <laughs> 何今度は